楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬雅也です。今日はですね、社員教育に関する3つの誤解勘違い、これを正せば企業は成長するということで、まあ、お話ししていきたいと思います。社員教育についてですね、まあいくつか、まあ勘違いと言いますか誤解と言いますか、まあ、あるなというふうに思ってるんですけども、そのうちの一つがですね、社員教育とは研修をすることだっていうことなんですね。でもちろん研修をするってことは社員教育ですが、社員教育は研修とイコールっていうわけではない、研修はその社員教育の中の一つではありますけれども、全てではないですよね。で社員教育してますかっていうと、研修やってるかやってないかで、まあ、なんとなくその、決まってくるみたいな感じの認識のしてる方がいらっしゃるんですけど、別に社員教育っていうのは、まあ、研修が全てじゃないんですよね。で、人が育つ仕組みがあればいわゆる研修はそれほど必要ない。人が育つ仕組みっていうのは、まあ、例えば新入社員研修とかっていうのは、それはまあ社会人になる時の、まあ、常識を教えるためにいる、まあ、やると思うんですね。どんな会社でも大抵やると思います。自分の会社でやらなくても、なんかどっかの新入社員研修とかですね、ビジネスマナー研修とかで、まあ、社会人としての最初の研修を受けさせるだろうと思うんですね。で、まあ、そういう基本的な研修をやった後、いろんな業務については、まあ、研修をやる会社ももちろんありますけれども、そうじゃなくて日々の仕事の中でこうやってこうやってやるんだよっていうふうに、まあ、教えていくことで、多分仕事は成り立ってると思うんですね。でそれをもっともっと、システマチックに、きちんとした仕組みができてるんだったら、まあ、研修はやらなくてもいいってことはないかもしれませんけれども、まあ、そんなに、必要じゃなくて、それで人材が育っていくようになるんですね。ですので、まあ、社員教育とは研修だっていうことじゃなくて、その仕事の中でいろんな、まあ、仕組みで、育つ。例えば仕事をどう与えるかでも人は育ってきますし、どういうふうにその仕事にチャレンジさせるかとかっていう、その上司のやり方次第で人は育っていきますので、別に、社員教育をするっていうのは、まあ、研修じゃないだけじゃないんだっていうことなんですよね。であと、研修っていうのは、まあ、まとまった時間でいろいろその、技術を教えたり、まあ、考え方とか何かの知識を教えたり、まあ、いろいろするんですけども、まあ、会社の方向性とかが大きく変化する必要がないんだったら、まあ、業務の中で、まあ、教育するだけでも、まあ、十分なんじゃないかなとも思います。まあ、今ちょっとここをなんかやんなきゃいけないなっていう何か気づいたところを集中的にやるときには、まあ研修とかが必要になってくるわけですけど、ちょっとしたことだったら日頃の業務の中で伝えていけばいいわけですし、すごく大きな変化、まあ大きな変化が必要ってことは、そのそれだけ情報を社員に、まあ、伝えていかなきゃいけないと思うんですけど、そういうのがないんだったら特に、まあ研修をやる必要はない、かなというふうに思います。ですから、まあ社員教育は研修だっていうことじゃないんだっていうことなんですね。で、逆に言うと、ただし、まあ、変革していこうと思えば研修とか会議とかをですねやっていく必要があります。社員のマインドを変えていくとか行動を変えていくとかですね、そういう時には、ただ、まあ、日頃の業務の中でそれを変えようとしてもなかなか実は変わりません。それはなぜかというと、毎日毎日ずっとやってきたことをやってるので、そのまま、いくら変われ変われって言ってもなかなかその、日頃の習慣がありますので変わらないんですね。でその変えるためには、その 1回どっかでちょっとリセットさせるみたいなことを、した方がいいので、そのリセットさせるみたいなところが研修だったりするわけですね。ですので、まあ、変革しようと思うときには研修とかやった方がいいです。まあ、同じことですが、新しい考え方を共有する場とかですね、新しい技術を身につける必要があるっていうことなんですね。変革していこうと思うと、まあ、新しい考え方を共有したり新しい技術を身につけるっていう必要があるので、まあ、会議とか研修とかやった方が必要、やった方がいい。でもそうじゃないんだったら別に特に、必ずやらなきゃいけないってもんでもないということなので、まあ、社員教育っていうのは研修っていうわけではないんだっていうことですね。で次にですね、社員研修とかっていうのは大企業みたいに余裕のある企業がやるもんなんだよというふうなことをおっしゃる会社がいるんです。うちにはそんな余裕ないよ。でまあそのおっしゃる意味も、そういう気持ちもわからなくはないんですけれども、別に その、余裕があるからやるっていうようなものでは、私はないというふうに思います。じゃあどういう企業がやるのかっていうと、社員教育っていうのはビジョンを実現したい会社が行うものだろうと思います。まあ、何かこういうビジョンがあって、それを実現するために、まあ、今のまんまこうやっててビジョンが実現すればそれでいいんですけど、でも、大抵の場合ビジョンあるとその現状とのギャップがあって、この今の現状だともっとここを変えていかなきゃいけない、もっとこういうふうにならなきゃいけない、もっとこうしなきゃっていうのがいろいろあって、それがやんないとこのビジョンが実現しないってことが
あると思うんですよね。でそのビジョンを実現するためには、その実現に近づいていくためにより積極的に、社員を育てていく必要がある。なので、余裕があるかどうかでやるとかっていうことではなくて、ビジョンを実現したいかどうか、これをやりたいんだっていうことになれば、いろんな、意思決定の中で、まあ教育に別に研修をやるっていうだけじゃないわけなんですけど、まあ社員教育を熱心にやるっていうことになってくるだろうというふうに思います。まあ同じことですけど、こうなりたいんだっていう姿を実現するためですね、社員教育っていうのは余裕のある企業がやるってことじゃなくて、ビジョンを実現するとか、こうなりたいんだっていうものがある企業が、それを実現するために、まあ、やっていくものだろうというふうに、思います。ですから逆に言うとですね、まあ、とりあえず生活費を稼げればいいっていう会社は、まあ、別にやんなくてもいいだろうと。まあ、生活費を稼げるっていう言い方があれですけれども、要するに、まあ、これ例えば社員で言えば、まあ、別に仕事にやりがいとかですね、そういうものは求めない、充実したものとか求めない、とりあえず働いて給料さえもらえればいいんだっていうような、まあ、社員の感じですね。で、まあ、会社としてで言えば、とりあえず売り上げが上がって、まあ、そこそこ利益が上がって潰れない、まあ、なんとか食っていければそれでいいんだっていう会社だったら、別に特に社員教育とかやんなくてもいいっていうことですね。で3つ目なんですけれども、いくら社員教育をしても業績は向上しないんだよっていうようなことをおっしゃる、方がいらっしゃいます。確かにですね、社員教育をして それが今日やりました、明日からすごく売り上げがぐんと伸びましたっていうことにはなかなかならないのが、まあ現実ですよね。確かにその通りです。ただですね、正しく社員教育を行っていけば、業績は、まあ向上していきます。今申し上げたように、今日やりました、明日ぐんみたいなことはならないです。でも、多少ちょっとタイムラグといいますか、その、まあ、農作物とのあの同じなんですね、いろいろ植物とか、育てるのと同じで、まず種をまいて、で育ってきて花が咲いて実がなってみたいな感じですよね。でその前に下手するとですね、種をまく前に、畑を耕すっていう作業があるとかっていう感じになっちゃうんですね。社員教育というのはそういうところがありますので、すぐに、成果が、まあ、出るかっていうとそうじゃないんですけれども、今申し上げたように、まあ、きちんと耕して種まいて、きちんとこうやって水やってなんだやってって育てていけば、いつかは花が咲くし実がなるっていうことなんですよね。です。で、教育の効果はそれからすぐに出ないかもしれないんですけれども、とにかく毎年というかずっとこうやり続けていれば、業績には必ず結びついてきてやるはずなんです。というのは、まあ、今年始めるとですね、まあ、始めたばっかりなんですけど、去年もやってました、一昨年もやってました、もうこういうことをいろんな取り組みを始めてもう5年ぐらいになりますとかっていうと、実はもうすでに、成果が出ているんです。というのはですね、まあ、これ、グラフですけれども、このこちらですね、ここの2018年からまあ、例えば研修とか社員教育を始めたとすると、最初の年っていうのはまあこんなもんですね。まあ、適当な数字ですけど、業績に反映するのはまあ例えばこんなもんだと。で2年目になると少し大きくな、こういうふうに大きくなって、でもう一つの方は2年目に始めた研修とか社員教育とかの分がちょっと上乗せされてる。で、まあ、2年目になるとこのぐらいになる。で3年目はこっちになるんですけど、まあ、こう1年目にや2018年にやった分がここまでこう、成果が上がってきて、2019年にやったのがここで、まあ、これが2020年にやったのみたいにこう積み上がっていくんですね。まあ、こんなに綺麗にはいきませんけれども、イメージとしては一番最初にやり始めた年は、まあ、大した、まあ、こんな風にそんなに、成果が上がらないんですけど、2年目になるとそれがまあ積み上がっていくし、3年目ならばもっと積み上がるっていうことで、こう研修の成果っていうのはだんだん積み上がっていくってことです。研修をやったことによる成果、まあ、ただその研修もきちんとしたものじゃないと、まあ、ダメですけど、でもこう積み上がっていくわけですね。ですので先ほど言ったようにビジョンを実現するんだ、これを実現したいんだって、これって多分その、3ヶ月後に実現するビジョンとかじゃないと思うんですよね。まあ、かなり長いスパンでこれを実現したいんだっていうふうな思ってるものだと思いますので、こうやって地道にこうやって積み上げていくことによって、そのビジョンの実現に近づいていくっていうことなんですよね。なので、まあ、社員教育っていうのは別に業績に結びつかないんじゃないのっておっしゃる、方が、まあ、多いんですけど、それはすぐ即効性があるかっていうとそうじゃないけれども、ただ長い目で見ればそれは出てくるんだっていうことです。ですので、まあ、戦略的にこう人材育成を行っていく企業ですねが、まあ、最後に笑うと、まあ、最後じゃないですけど、戦略的に人材育成を行っていく会社とそうじゃない会社では気がついたら大きな差が出てるっていうことで、まあ、最後に、
戦略的に人材育成をやってきた企業が笑うということだということなんですね。ということで、今日は、3つの、誤解、勘違いについてちょっとお話をさせていただきました。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。